こんにちは潜在能力を開花して健康に豊かに天命を生きるジョーコード川島恵道です、えー、今日は産砂、えー、神社リサーチについて、えー、少しお話をさせていただきたいと思います、えー、本当にねたくさんの方に産砂神社リサーチをお申し込みいただきまして本当にありがとうございますもう延べで4000人ぐらいですかねリサーチさせていただいております本当にねありがたいことだなぁと思っておりますありがとうございます、うん でその「産綱神社リサーチ」のことなんですけどもそもそもその産綱神社産綱様って一体何なのかっていうことなんですけども産綱様っていうのは、うん、この世にね私たちが生まれてくる時にえー、っとこの両親、うん この両親だったらあ優しそうやなとか例えばこの両親のもとで,であれば自分自身のね魂を磨けるかなとかうん、えー、っていうのを決めてね生まれてきてます、うん、そして、えー、この人生において大体ねこんなことをしたいなとか、うん、自分自身の過去性の続きね、えー、続きを、えー、やったりとかまた全然違うような人生を歩んだりとか過去性において、えー、まあ、例えばうん ね、あまり属、えー、世界のことに接しないようなこと人生を送られてきた場合ですよ、うん、そういった方っていうのは、うんえー、とお金のこととかね、えー、人間関係とかでしっかり学んでいこうとか、うん、それとか逆に、えー、日本の良い部分、うん、立ち振る舞いとかそしたら、えー、着物とかそしたら、えー、古い文化ねそういったものを、えー、継承するため、ね、継承したいなとかいうふうに思ってね生まれてきたりとかしています。うん そういったね、自分自身の人生をだいたいねこんな感じで送りたいなっていう、うん、設計というかね、えー、ご相談とかをして、えー、生まれてきてるわけなんですけどもその、うん、相談している神様っていうのがね実は産む砂様。 っていうのね、はい、そういうご存在がいらっしゃるんですね。うん、で、そのウブスナ様っていうのは一生のあなたのね、私たちの一生の守り神です。うん、そして、えー、っと人とのご縁、特にね、ご縁とかね、うん、それとか、えー、自分自身の健康について、えー、守護していただいている神様なんですね。うん、で、昔であれば。 同じ宇治族っていうのがね一箇所にね割と固まって住んでいたりとか、うん、それとか、えー、その宇治族の守り神っていうのがね割とはっきりしていたんですね例えば藤原一族であれば、うんえー、と奈良の丹山神社とかね、うん、それとか。 物の目の一族であればまあ、えー、と石切神社とか物の目神社とかねいろんなね物の目系の神社とかあったりするんですけどそういったところっていうのがねはっきりとしてたんですけども今はね割と、うん複雑になってきましてね 例えば神社長の定めてるね氏子制度とかこの住所で生まれた人はこの神社ですよというのがねすごく当てはまらなくなってきているんですね。 同じ顔で背格好とかね体つきって全く同じでね区別つかないぐらいよく似てるんですけどもでもね性格って全然違ったりするんですね。うん、そして実際に産砂神社も全然違うねもう全然違う距離もすごく離れたところの神社あでした。うんそしてうん やっぱり調べていくとねその神様の冷凍というか系統というかね魂の系統が少し違うかなと、うん、根性において双子として生まれてきてますけどね全然ちょっと違う感じのね、うんえー、魂の、えー、性質があるかなっていうのをね感じますね。うん、そしてそのおジンジ神社リサーチで、うん、どういうふうに、えー、どういったことを調べていくのかっていうと。 そのまあもちろんご自身のねうぶすな神社、うん、そしてそのうぶすな様のご縁で今現在住んでいるところの、えー、守護の神社鎮守神社っていうんですけどもねそういったところを調べたり、えー、ご自身の、うん、ご縁の深い神様とかいうのも調べていきます。そしてまあこういったシートを使いましてですねご自身の守護霊様のこととかもね少しちょっとお聞きしていったりとかします。うん 必要に応じてねえー、まあどんな方かなとかいうようなことをねお聞きする場合もありますけどもあ私はねあの占い師とかねそういったことでありませんのでそういったことをねお知らせするだけではちょっと終わりたくないと思っておりますね。うん、そしてそのえー、っとこのねこういったシートも使いましてあなたの自身のねその主語、うん、の神様、うん、どういった神様とすごくご縁が深いのかっていうのをずーっ とね、無意識の深い深いところのね、うんえー、集合意識の部分、ね、一礼試婚を通じて深い意識に入っていってお調べをさせていただいております。うん、なのでしっかりとね結界張った状態で僕自身もね深い意識にね入ってねお調べをしていってます。うん、どのようううな方法かというとこういいこった、ね、浸透風知で、ね こういったものを使ってね。うん、色んな反応とか見ながらね。お調べをしていっております。うんなのでね。本当にまあ、僕自身がもう自分の側をなくして、本当の深い深いあの多意識というんですかね。はい、そういったところに、えー、入り込んでいくっていうことがすごく大切でね。これもうん誰が？ すするかっていうののごく、えー、大切ななことなのでね一般的にうんとペンデュラムとかでいろいろされる方もいらっしゃいますけどもただ深く深くね本当に、えー、無意識の中入り込んでいけてるかなーとかいうのがね、えー、なかなか判断つきにくい部分もありますのでね、えー、まその辺のところはご自身で判断していただけたらいいかなとは思います。うん そしてあのこの神様のご縁とかね、うん、それとか、えー、といろんな気質あります。うん、例えば木の気質の人ね、うん、火の気質の人土の気質の人金の気質の人水の気質の人ねそういった、ね、気質によってね、うん、とその人の性格というかね、うん、役割っていうのは変わってきますね。うん、土のの気質の人であれば自自分自身よりも ね、大きな包容力でもって人のいいところを見てあげたりとか人を育ててあげたりとかねするような、ね、気質があったりとか。 風のの気質の方はね一箇所にとどまらずにねずーっとねいろんな会社とか、うん、ヘッドハンティングされたりとかしながらねいろいろな自分自身の役割をそこでしっかり果たして、うん、その役割が終わるとまた違うところにね行ったりとかいうような気質があったりとかします。そ、うん、そういった気質を含めてですねトータル的にその死後の神様仏様仏から その、えー、実はそのエネルギーなんですけどもねそのエネルギーをしっかりと読み取っていって、えー、どういったね、うん、あの、うん、あなた自身のエネルギーがあるのかっていうのをねお調べをしていきます、うん、それとあと、うん、その神社で「すな様」っていうのは、うんえー、と私たちのね願いをね叶えてあげたくて仕方がない神様なんですね実は。うん よく神社で願い事してはいけませんとかおっしゃる方もいらっしゃいますけど確かにそうです。うん、でも産砂様っていうのはね自分自身僕たちがね本当に幸せに、えー、生まれる前に約束をしたことをしっかり果たしてほしいなと思ってる神様なのね、うん、だから、うん、僕たちが本当に自分の天命に向かってね歩いていくっていうことに対してすっごくね応援したいなって思ってる神様なんですよ。うん そして僕たちの本体、まあ直輝の狼と言ったり、ハイヤーセルフって言うんだけどもね、うん、その、えー、神様の本体、うん、私たちの神聖神我の部分にですね、近い存在なんですね。なので私たちのルーツの神様っていう風に思っていただいてもいいぐらいね、うん、本当にね身近な神様なんですね。で、その神様に手を合わせていくっていうことは。 自分自身の本体に手を合わせているということと同じなんですね。うん、そしてその神様とねエネルギーの共鳴が起こっていくと私たちのね自分自身のこの肉体のここのね胸のところのこの扉がね ぎーっと開いてね、うん、ここから神様が「こんにちは」っていう風に出てくるようなそういったね、うん、状態になっていくんですね、うん。そういった時っていうのはすっごくね自分自身の願いが叶いやすいというか自分自身の本当のね思いっていうのがね、うん、あ出てきてるようなねそういった状態なんですね。でどううやったらそうなるのか、うん そして自分自身が本当に生き生きとね自分らしく、うん、自分自身の本当の生き方天命とかね、うん、そういった自分自身にとっての本当の幸せっていうのはどういうふうにしていったらいいのかなとかいうのをね一緒にねこのセッションにおいて、えー、お伝えをしていっています。セ、うん、セッッシショョンンとかね、えー、こういうい動画セッション でも大丈夫ですけど対面とかでもねお話をしていきますもちろん電話でもねはい、いろいろお話ができますのでねそういったことでね、うんえー、こうやってお,しこお話をさせていただいております。それがね「うぶすな神社リサーチで」で単なる自分の守護の神様とかね守護霊どんな人とか、うん、そういったことだけではなくってね、うん、どうやったら自分自身が生き生きとね、うん 自分自身の天命というか自分にとっての幸せっていうのを感じながらね生きていけるかっていうことの第一歩と思っていただけたらいいと思いますねはいそういうセッションにしたいなと思ってます、うん、そしてその次のステップとしてね運心の改善っていうのをやってます運心の改善のリサーチねこれはあなたのね無意識の中にある様々な問題というのをねちょっと調べていきます まあ前世からとかねいろいろ持ち越してきたものもあるんですけども今必要なことね大体は根性においてね子どもの頃幼少期の頃とかお父さんとかお母さんの言葉とかそして身内のね家族とかの関係とか学校の頃幼少期の頃学校とかね行ってる時とかで友達とか先生とかそういったいろんな人の影響を受けて。 他人の価値観っていうのは結構ね、うん、刷り込まれてる場合もあるんですね。でそういったもの、自分自身が行動したりとか、うん、えー、自分自身の本当のうん、やりたいことっていうことをうん、こうやらないようにね、うん。 えー、自分自身でねブレーキかけちゃってることってあるんですね。うん。お金なんかでもそうなんですけども、自分自身が受け取らないようにねわざわざそういうふうにしちゃってる場合もあります。うん。人間関係でもそうなんですね。うん。そういった今現在において何が問題なのか、そしてどうやって、えー、解決していったらいいのかっていうのをね、それも、えー、無意識の中をね、うん、ちょっとリサーチしていって、うん。 いろんな、えー、とアドバイスとかをしていきます、うんまあ、アドバイスだけではなくっていろんなねその古信徒の行法とか、うん、いろんなその呼吸法とかいろんな行法を通じてね、えー、自分自身の、うん、まあえっ、ー、とこのね扉を開いていって自分の中からどうやってその神様を権限していくのかなっていうのもね合わせて、うん、お伝えをしていっています。 うん、なので、えー、ご自身でしっかりとね僕にずっと依存して、ねどうあのうん、エネルギー上げてくださいっていうことではなくて一緒にねこうやっていきましょうねっていうようなことをねお伝えできれたなと思います。うん、で、あのー、その後 うつまあ、さらにさらに次のステップとしては、ね、月に1回とか、えー、いろいろ開運セッションとかね続けながら、えー、階段を上るようにねどん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 良くなっていくお手伝いとかもねさせていただいておりますので、えー、でもねまず一番の基本は「うぶすな神社リサーチ」になりますので「うぶすな神社リサーチ」もしくは「えー、気候整体」の方をねお申し込んでいただきましたらいいかなと思います。はい 心と体と魂とかね調和する生き方というかねそういったことのお手伝いをさせていただきますのでねどうぞお申し込みしてください。はい、ありがとうございます